こんにちは。今日は10月に購入したデパコス系の商品を紹介していきます。主にクリスマスコフレの購入になります。ちょっと映りきらないんですけども、ランコムのクリスマスコフレのビューティーボックス購入しました。本当は去年も買うつもりだったんですけど、去年はバッグの形が丸くってちょっと使い勝手が微妙だったので、今年は四角いバッグで A4 サイズぐらいだしいいなと思って購入してみました。中身を簡単に紹介していきたいと思います。本当映りきらなくてあれなんですけど、中身はいろんなものが入っております。こちらは、UV エクスペール、トーンアップ日焼け止めの乳液のミルクタイプになります。30ミリのものですね。こちらはビファシルポイントメイクアップリムーバーになります。125ミリ手のひらサイズのものです。美容液が2種類、ジェニフィックアドバンスと、これは今使ってますね。で、あとこちらはアイセラムライトパール目元用の美容液になります。これも何回か試供品とかでいただいて使ってたことがあるので楽しみです。こちらジェニフィックのアドバンストの、マスクですね。1枚入りです。ちっちゃい香水、ミラクシークレットオールパルファン 5ml です。これはもう1個持ってるので、まあ使ったり使わなかったりですけど、ありがたいです。そしてマスカラ、グランディオーズ01番ノワールミリフィック。これ形状がねじれてるやつ、これですね。使ってみたかったんですけど、まあこのキットに入ってたので使ってみようと思います。慣れないとこの出し入れがちょっと難しいんですけど楽しみです。そしてチーク、こちらピンク系のものになりますね。ブラッシュスプティル021番ローズバラディです。そしてラプソリュルージュの368番、赤系ですかね、こちらの色味になります。これすごい、蓋を上を押すとポンって出てなるので、こう勝手に蓋が開く危険がないというちょっと便利なものになってます。そしてルージュリップアートパレットです。このような感じのお色味です。赤系、オレンジ系、ブラウン系、ちょっとベージュ系という感じで入ってますね。で、この下の部分が、ここにグロスが入ってます。まあ、ここをパレットにして混ぜたりすることもできるって言われました。で、最後、定番のこちらはブラシが入ってますね。フェイスブラシ、ファンデーションブラシかな、でアイシャドウブラシ、ミニブラシが入っております。以上 1,2,3,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 点入って 10,000
8000円ぐらいだったかな。まあポイントも使って買ったので1万5000円ぐらいで買えたかな。ちょっと安く買えました。よいしょ。そして2つ目です。コスメデコルテのラグジュアリーコフレだったかな、永久ミリオリティというちょっと一番お高いシリーズの、コフレで年に1回限定で出るものです。こちらは去年も購入してます。箱もすごい可愛くて、まあ、再利用できますね。このような感じで入っております。乳液、化粧水、ナイトクリーム、アイクリーム、これが多分メイク落としかな、と、こちらが洗顔になってます。まあ去年というか今年の初めにこちら2つのクリームとかも使い切りで紹介したんですけど、本当にいいんです。本当にやっぱもう1個10万単位のクリームが12万だったかな。このクリームに関しては多分現品10万近いものなんですけど、本当に違います。1週間ぐらいしかの使えない量しか入ってないんですけど、その1週間だけで劇的に肌がもっちりします。本当に毎年楽しみにしてて、すごく有名というか人気のコフレで、私は予約したんですけど、買いに行って聞いたら2日で売り切れた、私の行ってる店舗ではって言ってました。こちらも使うのが楽しみです。そして最後にこちらクラランス、ちょっと初めて買ったんですけど、まあデパート内でフラフラしてた時にこちらもちょうどクリスマスコフレが出たばっかりで、ちょっと見に行ったらまあ可愛いですよね。有名なリップコンフォートオイル限定のものがめっちゃ可愛くて買ってしまいました。限定のものが、クリスマス限定のものが多分こちら9番かな、レッドベリーグラム、これだこれだ、この色味やばいです。めっちゃ可愛かったんです。こんな感じで、ゴールドとシルバーとなんかピンクっぽいラメも入ってる感じがします。匂いはめっちゃベリー系です。かわいい。こちらあとこれともう一個なんかゴールド系な感じの色味のものが限定で出てましたね。ゴールドの方はちょっと匂いがハニーかなんかだったかな、ちょっと匂いがダメで諦めました。でそれ以外に、既存のもの買ってきました。2番と3番ですね。どっちもベリー系の、これがラズベリーの匂い、これもレッドベリーなので、まあ限定のものと匂いは似てますね。こちらとこちらです。こっちの2番のベリーは本当に色はつかないですね、ほとんど。匂いがとにかくいいです。でこっちが3番のレッドベリー、こっちはほんのり色がつきます。かわいい。
そしていつ行っても品切れだったんですが、やっと見つけて、フィックスメイクアップミスト、こちら在庫があったので購入してきました。ほんのりローズの香りですごくいい匂いでした。こちらメイクの最後とか、あとはこれからの季節やっぱ乾燥もするので、まあ持ち歩いて仕事休憩中とかにシャッシャってかけて匂い癒されて休憩するのもいいかなと思って購入してみました。使うのがとても楽しみです。また来月再来月と多分クリスマスコフレを購入すると思うので、また第2弾第3弾で紹介していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。